面，こんにちは，ルちゃんです。文丹です。今天呢，我跟文丹要去巴斯兹啊，噔噔噔噔噔。其实我之前就一直很想跟文丹去巴斯兹啊，现在终于有机会可以去了。我们这次是要坐巴士去群马县采草莓、吃寿喜烧，还有去举落乐园玩。楽しみ。ね。ルちゃんもバスツアー初めて？三回目ぐらいかな。あ、そうか。私は初めてです。现在的时间是早上6:50，我跟文丹前往巴士的集合地点。我们两个现在已经坐到巴士里面了。他们说要填写健康确认表，然后在出发的时候要把这些表收集起来，所以我们两个现在赶快写。这个巴士每个位置都有提供 USB 孔充电，非常的方便，也符合现代人的需求。那每个参加巴士旅游的旅客，他们都会发一张这个黄色的贴纸，可以贴在身上或是包包来提供识别证明。耶。哦，これ触り心地がいいね。いい感じ。Let's go。新宿。バイバイ。皆様いいお天気ですね。素晴らしい青空ということで、パッと見て、雲一つ見当たらないといったところでございます。絶好の旅行日和。今日一日、皆様がね、このツアー楽しい思い出になりますようにという願いを込めまして、皆様改めまして。おはようございます。おはようございます。はい、ありがとうございます。出発時間書いてるすごい。我们现在到了第一个休息站，在这休息站有15分钟的时间可以买东西跟上厕所。天气好好，哦，天气超好的。对，好爽的。好气呢。肉巻きおにぎり。啊，美味しそう。朝ごはんあれにしようかな。因为今天天气很冷，我跟文丹买热饮，我买了一个奶茶，然后文丹买了咖啡拿铁。我们两个每次去哪都是肉卷饭团，它这个有20公分长，分量超多的。我们这次买的是味噌口味的。哇，いや朝ごはんだ。この高崎は現在商品の中心と。现在我们到了第二站，采草莓吃到饱。雪だ。まだ残ってる。满满的草莓可以采，这30分钟都是草莓吃到饱。好暖哦。我们文章最近越来越会讲一些中文，好可爱哦。さっきバスガイドさんが言ってたけど、めちゃめちゃね、大きいよりかは赤いのが美味しいんだって。とにかくね、赤いのをね取れって。はい。ちゃんと吸収してるから。もう文丹很认真在听导游在讲什么，我的手都在睡觉。好大哦。好大的草莓ね。草莓。草莓ね。これ美味しそう。あれ取ってみて。はい。レッちゃん食べて。ありがとう。いただきます。はい。ね。美味しい。さつま？うん。好红哦，这感觉好好吃哦。ほい。我跟文丹采到这么多草莓，好红哦！丹，待会下次讲。楽しみだ。うん、甘い。すごい。ルーちゃんが楽しんでる。結構機敏に動くな、ルーちゃんは。15:30経つの早いね。あ、でも逆に時間決めてくれるから、いろんなとこ回りやすい。我们的文丹走在一片绿色之中，好漂亮哦。哇，外面好凉哦！因为草莓园里面还蛮热的，一出来外面就有反差感。我跟文丹，呀，気持ちいいですね。接下来到了下一站，我们要去吉祥寺参拜。这里是群马的吉祥寺。めっちゃ綺麗だね。雪がまだ残ってるのがいい。ここ見て、めっちゃふかふか。哦，ふかふかやん。哇，这整个景色。好日本哦！小时候在电视上面看日本的神话，就真的都是这样子的景色哎。初めてのバスツアー楽しい。ね、楽しい。もっといろんなとこ行きたいね。見て見て見て。好啦，我知道了。刚才跟文丹去参拜了，祈求今年一整年都可以顺利、健康又平安。運気も運気が上がるように。这里的地藏，他们全部都埋在雪之中，感觉很冷呢。この自然の水の音がいいですね。今ルーちゃんはトイレに行きました。せーの。はい。这
里的会马居然是爱心，也太可爱了吧！有两种颜色，桃红色跟浅粉红色。我们到了吃午餐的地方，有寿喜烧，还有甜点吃到饱，还有甜虾。我们坐到位置上面，每个人的桌上都有定食，像乌龙面跟甜虾，还有寿喜烧、白饭，然后其他像菜那些东西是另外自取的。这里的甜点是吃到饱的，有猪肉跟牛肉，不但你给我一手。嬉しい。还有洋葱跟白菜，金针菇跟葱。野菜は天然美味しい。啊，野菜いいな。きのこね、食べてください。はい、えのき大好きです。他们这里的服务人员很可爱，还会一直跟我们聊天。いただきます。我跟文章最喜欢吃寿喜烧了，寿喜烧可以吃食べ放題，好幸福哦。我们文章还帮我剥虾。甘いで美味しい。我在寿司里面最喜欢的就是鲑鱼跟甜虾，可以吃到饱，好开心啊！甘エビ美味しい。ね、甘いよね。私が甘エビを剥いてあげたので、ルーちゃんがお肉とエビとか野菜とか取りに行ってくれました。優しいな、ルーちゃん。吃完午餐了。好饱。好饱哦。而且坐我们旁边是一个爷爷跟奶奶老夫妻，就是爷爷就说。他很喜欢台湾，他也环岛过，吓死我了。我们现在吃午餐的地方，逛他们的土产店，然后这里有可以免费喝的苹果汁。啊，めっちゃさっぱり。おいしい。下一站是来买土产的时间。这家农产物直卖所他们的贩卖机也是这样子，蔬菜的花纹好可爱哦。然后我们闻到在这里的自动贩卖机买一个わたしスープ。Go good。おいしそう。谢谢。哦，魚の出汁がめちゃめちゃ入ってる。我们现在来到下一站，举若乐园。行きたかったんだけどなかなか行けなかった。どんな施設なの？こんにゃくのパークだよ。こんにゃくパーク。天哪，这个果冻可以自己装到满，小朋友的天国哎！看到好多小朋友在这里装，爸爸妈妈都在叫他们不要装太多。然后这是专门给年纪比较大的人，好好笑。还有这种佛大人跟佛小孩的分别。我们现在要排队吃菊若吃到饱。这个菊若乐园好像在群马是非常非常有名的观光设施，真的满满都是菊若料理耶。味噌关东煮，其他这个日本人最爱的炖煮菊若，还有菊若酱油拉面，好酷，不知道吃起来什么味道。还有菊若的炒面跟菊若牛排，好酷，这是菊若乐园哎。还有炸菊若，你看你有微信，确实感觉比较菊若。刚才在菊若食物吃到饱的商品，全部都有在这个五里八座贩售。然后我们还发现，天哪，竟然有汉堡牌菊若才94大卡，超适合减肥。竟然还有菊若大蒜饺子，好酷哦！口味差别那么大，我的天哪，还有菊若蜂蜜蛋糕，真的是菊若什么东西都做得出来，太扯了。那我们现在来去参观一下他们的菊若工厂。我们发现好多年轻人来菊若乐园玩，该不会菊若乐园现在流行吧？那工厂呢是只有礼拜一到礼拜五才有在工作，虽然今天是六日看不到直接工作的样子，但他们呢在每个区域上面都有个电视播放实际制作的样子，可以给来见学的客人看。那せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、私がパーですので、初期の人残ってください。初期の人、あ、結構残ってますね。はい。現在已经是晚上了、我跟文章准备回家咯。好，大家好，我跟文章现在已经回家了。回家啦。私の方が初めてのバスツアーで、こんな楽しいと思わなかった。ね、楽しかったね。そう。那因为是巴士旅行团的关系，全部的景点都有限时间，时间也没有那么长，但是玩得很满足哎。じっくり見たいっていう人は合わないかもしれないけど、最低限の楽しみを持てるのはすごくいいかなと思う。すべてガイドさんの段取り通りに進むんで、こっちもねすごい気が楽なんですよね。俺意外とこんにゃくパーク好きだった。こんにゃくパーク楽しかったね。そして私と文丹もお土産を買いました。これはね、まんまとこんにゃくパークさんにやられましたよ。なんかもし無料バイキングがなかったら多分買わなかったと思う。でもバイキング食べて、あ、意外に美味しいじゃんと思って買っちゃいました。しかもカロリーも少ないし、とても美味しかったんで、これはね買いだなと思って買っちゃいました。ダイエットで食べさせていただきます。そしてなんか今回私とウェンダンは麺のパック買ったので、この袋も無料でついてくれました。そう、これねセットでついてきたんですよ。ラーメン。で。拉面，那给大家看，里面呢炒面，
很酷耶，而且这个是直接用微波就可以吃了。51kcalですよ。これ私の明日の晩ご飯です。イエーイ。そして次はラーメン。いやラーメンマジ美味しかった。いや本当美味しかったよ。あでもこれ味噌ラーメンなんだけど、その時食べたのが醤油ラーメンだった。これで卵入れたいね。これ74kcalですよ。そう、醤油ラーメンもついてる。いやこの醤油ラーメン本当美味しかった。普通のラーメン食べてるぐらい美味しかったんですよね。然后我另外还买了我自己想要吃的甜点，噔噔，蒟蒻黑糖玛奇。大家看它每个玛奇上面都有个表情，三八。哎，我来试试看。哎，美味しいね。哦，よかったよかった。然后这个蒟蒻乐园还有送我们每个人一个蒟蒻。おでんとか鍋に入れて食べれるね。那文章说想要给大家近看一下我们这次买的礼包。ほら皆さん見てください、こんにゃくだらけですよ。1食あたり51kcalと66kcal。 好，那我经过这一次第一次的巴士旅行团之后，我发现我深深的爱上巴士旅行团了。海外だったらやっぱりいろいろゆっくり見たいので、でも日本だったらもうバスはめちゃ楽だなと思って、歴史も含めて全部教えてくれるので、なんかこっちの知識も増えるし、なんかさらに行ってみてこういうとこに気をつけて見ようとかね、そういうの思ったりしてめちゃめちゃ楽しいと思う。そう、でももうちょっと時間欲しかったのかな。そうだね、なんか全てがやっぱりちょっと足りないのよ。もうちょっと見たいなーってのがちょっとあったね。那下次我们两个如果去其他巴士ツアーの话呢，再拍影片给大家看。谢谢大家今天看这支影片。谢谢大家。那我们下次影片再见，再见，拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。